どうも、お疲れ様です。即家族の久保です、えー。今回はですね、誰でも稼げる方法ということで、お話をさせていただきます。扱う案件は、第一生命ネオバンク。<laughs> そうなんですよ。誰でも稼げるって、しつこくこれですね。で、本日私はね、43,500円の累積になってます。あの、おかげさまでですね、報酬の入らない日はないということで、ここまで来てますけども、まあ、若干ね、 生き入れ気味なのかなっていうところは感じております。というのが、昨日動画をまた新しくアップロードしたんですけども、昨日の実績は1件なんですよ。1件1,500円ですから、昨日が4万2,000円で、今日4万3,500円。ね、1件でしょ。でもずっと決まってるんですよね。で、そこで、ちょっとね、この動画をご覧の皆様、稼ぎたい皆様にちょっと言いたいことが2つあります。1つはね、あの、私ですら、1日1件とか2件ぐらいしか決まらないんですよ。 チャンネル登録の数見てください。私の動画更新のペース見てください。そして、どんな状況でも、この案件紹介してるでしょ。ここまでしつこくやって、毎日1件決まるか2件決まるかっていうことをやってるわけなんですよ。で、しまいに私メールマガジンもありますからね。1万3000人のメールマガジン、3000人のメールマガジン。こちらの方でも、1週間に1本ぐらいかな。それぞれ配信してます、この案件を。それでも、1日に10件決まることはないんですよ。そのぐらい、アフィリエイトっていうのは、 あの手この手で毎日のようにしつこく紹介してやっと決まるもんなんですよね。特に第一生命のネオバンクってアプリ、誰か不信持ちますかねすごく信頼されてる会社ですよね。しかも、1500円もらえる。みんな1500円もらえるわけですよ。でも、なかなか決まらないんですよ。私ですらそれを感じてるんですよ。だから私ほど活動していない、私ほどリストを持ってない人が、たまにしかやらないっていうことになるとね、紹介を。それは決まらないですよ。これが、 2つ目に言いたいことなんですけども決まらないからこそ決める方法があるんですよ。ねこれはねいつもそうなんですけども逆境に挑戦することで全ての道は開かれます。ね喧嘩が弱いから喧嘩のトレーニングをするっていうのもありますしモテないからモテるために何かをするってことなんですよ。つまり何かをやろうっていうふうに思ったってことはそれが苦手分野なんですよっていうことと抱き合わせなんですよ。 稼稼稼ぎぎたたいいいいっててう人はね、稼げてないから稼ぎたいんですよだから表裏一体なんですよね。そのための考え方や行動の仕方っていうのは自分で考えてもねなかなか思いつかないです。ですんでまずは徹底的にパクることうまくいってる人のことをね。で私のように毎日のように動画を更新するっていうのも一つの方法だし、えー、いろんな動画を作ってね、えー、自分のチャンネル登録を増やすっていうのも一つの方法です。 今日は別の方法を紹介します。それがこの動画に言いたいことの2点目です。それはですね、例えば Facebook や Twitter で確実に儲かる方法を教えますと。詳しくは DM でってやるんですよ、ね。そうすると相当興味のある人とかどうしても稼ぎたい人がダイレクトメッセージをかけてきます。その人に対してこの案件を、いや、これはね、まだ知られてないと思いますけども、ぜひやってみてください。 もうその日のうちに1500円入りますよっていうふうにしてワントゥーワンでやるんですよクローズドなところでそうするとオープンのところではなかなか行動してくれない人もダイレクトメッセージを送るぐらい行動意欲のある人っていうのは紹介された案件をだったらやってみるかっていうふうになりやすいんですよねだからそれをやってみてくださいってことなんですよそうするとやり方は簡単になってきます第一生命のネオバンクのアプリをバーンとね一般公開するんじゃなくて 詳しくは DM でってやってね、ちょっとこう、聞かないと分からないようにしておくんですよ。そうすると、どうしても稼ぎたい。でも、今まで誰々さんに直接メッセージを送ったこともないもんなーっていう、その先入観を乗り越えて行動意欲を発揮する人っていうのは、紹介した案件をやってくれる可能性が非常に高いんですよ。ついでに、これを機会にメールマガジンや LINE アットをね、スタートして、そこの会員登録をしてくれたら、儲かる方法を教えますよってやってもいいと思います。 そうやって最初のリスト、最初のメルマガをスタートしてみてください。最初ね、メルマガを始めるときって読者一人とか読者二人でいいんですよ。ね。メルマガをやって読者さんが一人でもいるっていうのが大事なんですよ。まあそういうふうにして今までのできなかった自分をできる自分に変えていっていただければ、あとは1億円が待ってるだけです。頑張ってください。それでは。